ジョイムギタースクールギターコーチのミツです。今回は飛行機雲の簡単な弾き語り方法を紹介します。今回は初心者が弾きやすいように全てダウンストロークのみで弾きます。もしダウンストロークに慣れてきたらアルペジオでルート音を、加工していくと、綺麗な、演奏になります。こういう感じですね。もし、ダウンストロークに慣れてきたらアルペジオを試してみてください。それで今回は、オリジナルのキー E フラットなのでカポを3フレットにつけて、できるだけ簡単なコードで弾いてます。もしこれで歌いにくい人はカポを移動して自分の歌いやすいキーで歌ってみてください。それでは弾いてみましょう。1,2,3,4クリックしてチャンネル登録してください。スマホの方はこの下にある登録っていうボタンをクリックしてください。